はよう。おはよう。ご飯食べてた。雨降ってるな。今日は台風が近づいてるみたいにね、結構風も強くて朝からずっと雨が降ってます。大ちゃん頑張って産んでな。どうしたの大ちゃん、外気になって出てきたん。はるちゃんとふーちゃんはずっと部屋の中入ったままやで。雨が嫌いなブラマはケージの中に入ったままです。大ちゃんもおる。外で何かやってるから気になったか。ごめんごめんごめん。もう一回入ってき。大ちゃんもう一回入ってき、入ってき、中入ってき。ごめんごめん、うん、もうすぐやんな。どうしてないちゃん、ちょっとまだ早かったか時間が。どうしたんどうしたんどうしたん。一回外出るか。ふーちゃん、はるちゃんも出てきました。大ちゃんどうしたの、まだやったんか。様子見に出てきてくれたやんな。ふーちゃんおはよう。夜降るな。はるちゃん、はるちゃんそこ見てたらまたゆきちゃんが出てくるで。どうしたん。雨でね、そこに置いてたカエルのケースを今ここに置いてんです。置いたんですけど、ちょうどこのケースがここにあって、はるちゃんがここを見てた時にゆきちゃんがこっち見てたんよな。わあ、雨が強くなってきた。一回お家入ったらな。 あ、ちょっとおやつ期待してんのか。朝ごはんのおやつな。うわ、すごい降ってきた。一回入り、ハウスし、ハウスし、おー、ハウスし。ふーちゃん一回中入り。これやばいわ、これは。ふーちゃん入って入って入って、早い早い早い。お家入り、お家入り、お家入って。大ちゃんも入って、ハウスハウス。はい、はるちゃん入った。ふーちゃんも入り、はるちゃんもお茶入り、お茶入り、はい、大ちゃん入った、お茶入り、ふーちゃんも入り。こっちで飲むか。今日ははるちゃん怒れへんやろ、こっちで飲む。はい、今午前10時半です。僕は今ちょっとね、床屋に行ってセットしてもらって、ちょっとこっぱずかしい頭になってるんですけれども、帰ってきたらね、大ちゃんがこの下でうろうろしてて、今日はね、もう雨降ってるからね、雨も強いし、あのはるちゃんとかがいつも使ってるとこで、ライちゃんもね、卵産ませたらいいかなと思ってたんですけど、ね、今日ははるちゃんもあんま怒らないっぽい感じなんで、で帰ってきてね、ライちゃんをここに入れようかなと思ったら、ふーちゃんが入ってました。ふーちゃん産むんかな、今日は久しぶりに。
ということで、今ライちゃんはね、この新しいカプセルタイプのところにいるんですけれども、箱の中に入れたらね、卵を産む前のクククククっていう声で鳴くんですけど、まだね、卵を産むタイミングがわからないというか、ね、ベテランの子たちはもう産むね30分ぐらい前に入るんですけど、まだそのギリギリまでねタイミングがちょっとわからないみたいで、うろうろしてどっかね入りたいなーって場所を探しているような感じです。ライちゃん寝てる？ライちゃんな、ここ落ち着いてるやんか、ええやんかな。このね、小屋の裏側に回ったり、ちょっと汚いんですけど、このやっぱね、奥の方が落ち着くみたいで、この奥の方に入ったりね、小屋の上に乗ったり、いろいろね、うろうろうろうして、クエ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 鳴いてるんですけど、あそこでね、落ち着いてくれたらいいな。はるちゃん出てきたん。今日ははるちゃんは多分卵は今んとこ気配はないですね。ひたすらね、この奥にミルハムが置いたの知ってるんで、おねだりにね、何度も何度も置きます。ちょっとミルハム中毒患者みたいになってきたな。ちょっと量見控えないとね。はるちゃん、もう入っとき、雨やから入っとき入っとき、誰もいないし。まあ今風はないからな、しばらくそこで様子見とこっか。傘ささんと、わあ、べちょべちょになるわ。ライちゃんとこいいな、屋根があって。じゃあ部屋入るからな、頑張って読むんやで。ハウルちゃんがね、フーちゃんが入っててもこげこげ言ったので、ちょっとお仕置きな、校長先生の横みたいな感じで、ほら、フーちゃんの部屋で一緒にいなさい。これでコキコキ言えへんやろな。ふーちゃんと一緒におり、そこ入ってんのがふーちゃんやったらね、はるちゃんも文句の言いようがないんでね、ふーちゃんは出てきたりはしないんで、ちょっとね、反省しといて。今やったら仕方ないでしょ、これ共用スペースやから。共用スペース、なんではるちゃんが怖い怖い言うの。外出たらまたここうるさいんやから、緊張するはるちゃんとふーちゃんの顔が怖い。まあ、いつも通りの顔やけどな。ちょっと入ってきその顔、はるちゃんも一緒に産んでいいんやで。ふーちゃんとゆきちゃんはよく一緒に産んでたよ、卵な。はい、でも座ってきよ、これ。ふーちゃんと一緒に座ってきよな。喋ってる。今夕方の3時前です。雨が上がってね、ライちゃんやっとね入りました。で、かれこれ20分ぐらいね入ってるからね、もうそろそろね産むんじゃないかと思います。ちょっと産む瞬間はね取れないかもしれないんですけれども、今日はねここで産んでくれたらいいな。ちなみにね、ふーちゃんはさっきここで産みました。はるちゃんは産んでないけどな。ふーちゃん、なんで奥行くの。あれ、はるちゃんどこ行った。はるちゃんそこったん。はるちゃん暇やな。なあ、はるちゃん。はるちゃん今日はそんな怒れへんな。はあ、さっきちょっと怒ったか。はるちゃん。なあ。じゃあ、ライちゃん頑張ってね。あれ？ライちゃん出てきてるやん。ヒヒヒヒって。ライちゃん、産んだん。偉かったな。そうか。よしよしよし。ライちゃんの。おー。
昨日より色が濃いかな。ライちゃん、お疲れさん。産んだな、ブーちゃん。ライちゃん産んだって。ハルちゃん、ライちゃん産んだって。カラスが鳴いてるな。ライちゃん水飲んでんの。ライちゃん、ライちゃん、あの卵やで、今日も卵産みました。しかもね、ここで産んでくれたってのが嬉しいな。もう台風も過ぎたみたいやし、よかったよかったな、ね、今日も夕方に産んだから、明日もだいたいこの時間かな。ってことは朝は散歩行けるかな。ライちゃん、ライちゃん、ライちゃん、ちなみにこれは2日目の卵なんですけれども、はい、モギとね、青年と、もう一人会社の後輩でたこ焼きしてます。お願いします。はい、で、あれ、ライトの卵はって昨日産んだ初卵ね、あれって言ったら、うちのカメさんに聞いたら、当たり前のように、あれ、たこ焼きに入れたでってこっち、ちょっとこっち向いてや。はい、軽く言われました。ということで、初卵はね、卵かけご飯とかじゃなくて、多分この辺のね、どこ初卵、その辺、この辺多分ないけどその辺ね、うん、ちょっと違うんだよね、はい、はい、ブルーっぽいわ、はい、ということで、初卵を味わいながらたこ焼き食べたいと思います、うん、やっぱ一味違うね、はい、一味違う、食べてないじゃないですか、うるさいんだ。ちなみにこの3人は同じ職場ということと、皆全員ね、ワクチンは受けましたということで、たこ焼きパーティーしてます。ではまた皆さん、次の動画でお会いしましょう。